小村、ウェーバー協定は、1896年5月、李氏朝鮮の首都文寸府において結ばれた、朝鮮問題に関する日本帝国、ロシア帝国間の覚書。中朝鮮日本公主の小村寿太郎と中朝鮮ロシア、公主ウェーバーによって調印されたため、この名がある。小村、ウェーバー覚書あるいは、第一次日露議定書と呼ばれることも多い。 小村寿太郎1895年10月起こった便妃殺害事件の処理のため三浦五郎に代わって小村寿太郎が講師として朝鮮に派遣された。三浦は、小村が着任する前に事態を収集しようと図り、新日派の人物を朝鮮の軍部大臣や警視総監に起用し、応急警備を従来の陳衛隊から訓練隊に変えた。新任の小村は、 三浦の事件処理案を修正して、近甲州政権を支えて南極を乗り切ろうとし、国王構想とロシア講師、カール・イバノビッチ・ベイバーによる新日派閣僚罷免要求に応じ、訓練隊の解散にも同意した。ところが、11月28日には、ロシア軍、アメリカ軍水兵と進路派の元の商工部大臣離反進むが、 金光州総理の暗殺を図る春右門事件が起こった。この事件は未遂に終わっただけでなく、これには、路米の公使官筋も関わっていた事実が露見したため、路米公使は朝鮮政治への介入ができなくなった。これで州、金光州金飲食、魚城中羅新日派による開花政策が順調に進むかに思われたが、1896年2月11日、 ベーバー公使に出し抜かれて抗争と王大,大使と共に、ロシア公使館に奪われてしまった。これは、春モ門事件の残党がハンスンから 100km 東方、内陸の関温度春戦の一帯で、民蘭を誘い、金公衆が、ハンスン府の陳衛隊を出動させた隙に、新川港に停泊するロシア軍艦から水兵が、上陸して、ハンスンに入り、助艦に変装して、 慶福軍を出した高想不死を保護した結果の出来事であった。焦村は、新路派政権の成立した朝鮮において、日本の足場を守り、権悪化した日露関係を改善するため、ロシアのベーバー公使と協議した。宮中府中ともに、ロシア公使館にあり、日露両勢力の形成が逆転した半寸において、焦村は、1896年2月25日、 ベイバー公使に国王の官僚と日露共同の勧告を提案した。そして、1896年5月14日、半数において、小村、ベイバー両公使は覚書を調印した。内容は、日本とロシアが共同で朝鮮国の内政を監督し、ロシア公使館に滞留している朝鮮国王の帰り具実現の条件として、 日露両国軍隊の駐屯定員などを取り決めたものであった。これにより、日露両国は、同数の兵力を朝鮮に駐留することが可能になった。露館破戦を許してしまったことは、商村としては大失態のはずであったが、外務大臣のむつむねみつはこれを咎めることなく、むしろその能力を高く評価し、その外相辞任の直前、商村を中朝鮮公司から昇進させて、 外務次官に任じている。なお、この1ヶ月後、サンクトペテルブルクを訪れた山形有友元首相は、ロシア外相、アレクセイ・ロバノフロストフスキーとの間に山形・ロバノフ協定を結んでいるが、朝鮮におけるロシア優位の状況は、この協定をもってしても覆すことはできなかった。日本の帝国議会はロシアを仮想敵とする陸軍六個師団の増設を可決した。 ありがとうございます。